シックスは日産自動車が1995年及び1998年に発表したコンセプトカー2008年から2012年まで販売していたケース u v 並びに2016年から生産販売している株である1995年に発表されたコンセプトカーはノッチバックセダン型ピックアップトラックで1998年に 発表されたものはハッチバック型である。再びキックスの名が使われ出したのは約10年後の2008年だった。三菱自動車が生産販売していたパジェロミニの OEM となり、これが初代モデルにあたる。しかし2012年パジェロミニの生産終了をもって生産販売も終了した。二代目は 約4年後の2016年に登場。初代とは異なり自社製造で、ジュークとエクストレールの中間のコンパクトクロスオーバー、SUV として、海外で販売が開始された。特にエクステリアには、近年の日産のデザインアイデンティティである、V モーションを核に、V 字型グリルやブーメラン型ヘッドライト、フローティングルーフなどを積極的に取り入れることで、力強さと、 スポーティーさを高次元で両立させている。日本向けについては、2020年5月28日に行われた事業構造改革計画の説明会にて、6月発売予定であることが公表され、同年6月24日に公式発表された。なお、コンセプトカー、初代モデル、2代目モデルで、名称は同じであるが、アルファベット表記がその時々によって異なっている。 第31回東京モーターショーに出展されたコンセプトカー。使い慣れた道具のようにガンガン使える車というコンセプト打ち出しており特徴は広く使い勝手を重視したビッグトランク。2メートルくらいの長尺ものも運べるとされている。パリ国際モーターショーに出展されたコンセプトカー。アルファベット表記はキックス。本モデルは作成に 約10ヶ月を要した。このパワーユニットは3.0リットル1 0 0トルの燃費を可能にすることを目的として開発された。また、日産 SM ファイヤーコンバスチョンシステムと呼ばれるモジュール式燃焼システムを採用している。さらにこのエンジンは2005年に欧州にて導入されるセット4に完全に準拠している。また、シャシーはマーチをベースとしており、 当時29歳のカルステン・インジェネスターがデザインを担当した。三菱・パジェロミニ・日産・キックスデザインチームは日本の日産グローバルデザインセンターによって立ち上げられ、その後アメリカの日産デザインアメリカとブラジルの日産デザインアメリカリオが合流し、3部門の共同作業によって進められた。日本仕様 X2 トーンインテリアエディションリア、 日本 COX2 トーンインテリアエディション、インテリア日産のインド市会社である、日産モーターインディアが、ニューデリーで発表、同日発売された。価格は99万5000ルピーから。先に販売された P15 型に似たスタイリングだが、P15 型よりも大型化されておりプラットフォームも、日産の B プラットフォームをベースに開発された、ダチアのプラットフォームを使用、これにより、 製造コストを削減している。1995年のコンセプトカーのジックスは、私、自分を意味する愛と未知数、倍化を意味する X を絡めた造語。乗る人自身の夢や楽しみが無限に広がる車となるような願いが込められている。またジックスには、ローマ数字で19という意味もある。1998年に開催された、 パリモーターショーに出展されたコンセプトカーのアルファベット表記はキックス。初代のキックスとは興奮や熱中を意味するキックスと未知数を意味する X を組み合わせた造語で乗る人すべてに軽快な走りとともに刺激的な走りを提供したいという思いが込められている。ありがとうございます。